ニコン Z9 VS ZF 連射成功率対決。はい、皆さんこんにちは、長チャンネルです。単焦点レンズ、ズームレンズ徹底検証の動画では、やたらと重いニッコール Z50mmF1.2 の AF が意外と速いのに驚きました。 ZF VS ZFC 徹底対決の動画では、ZF のハイスピードフレームキャプチャーを使うと、ローリングシャッター歪みが出て、被写体が制限されることが分かりました。そこで今回は、Z9 と ZF で、実践的な連射の AF 性能をテストしてみます。Z9 には重さ 1090g の大口径単焦点レンズ、ニッコール Z50mmF1.2S、ZF にはヘリテージデザインのキットレンズ、ニッコール Z40mmF2SE。 近づいてきてから遠ざかるまでの電車をロープラス JPEG で高速連写し、撮影できた画像の中で AF がバッチリなコマの割合で勝負しようと思います。それではレッツゲットスターティッド。Z9 プラスニッコール Z50mmF1.2S、 自分の使っているカードで高速連続撮影を20コマ秒にすると、意外と早めにバッファ詰まりになってしまいます。近づいてくる電車を連写して、そのまま遠ざかる電車を撮ろうとすると、バッファが詰まって撮影が止まったので15コマ秒に設定し直しました。 3D トラッキングの乗り物認識は反応が少し遅れるので、自分でロックオンしました。近づく電車と遠ざかる電車を1秒間で15コマずつ撮影できました。このコマはピントが甘いです。このコマは完全にピントがずれています。このコマもピントが甘いです。近づく電車15コマのうち、2コマはややピントが甘く、1コマは完全にピントずれでした。このコマは全体的にぼやけています。遠ざかる電車は15コマのうち、最後の1コマは空気の揺らぎなのかぼやけていました。撮影した30コマのうち26コマがガチピンなので、連射成功率は 86% です。長チャンネル。
ZF プラスニッコール Z40mmF2。 拡張高速連続撮影に設定したので最高でも14コマ秒になります。3D トラッキングの乗り物認識はオンにしたままロックオンしました。近づく電車と遠ざかる電車を1秒間で11コマずつ撮影できました。このコマはピントが甘いです。このコマもピントが甘いです。近づく電車11コマのうち2コマだけピントが甘かったです。このコマは全体的にぼやけています。遠ざかる電車は11コマのうち最後の1コマは空気の揺らぎなのかぼやけていました。撮影した22コマのうち19コマがガチピンなので連写成功率は 86% です。 ZF に 40mmSE というヘリテージデザインのコンパクトなコンビなのにかなりの連写性能を持っている組み合わせだということが分かりました。 ZF はクラシカルな外観にそぐわず最新の性能を持っていると思います。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。